Hello there, how's it going? みなさん、こんにちは。お元気ですか目から鱗の英会話、英文法の講師由美です。では、今日も早速始めましょう。Let's get started! はじめてさんも、いつも来てくださる方も来ていただきありがとうございます。もし、フォローと通知がまだの方は、ご登録お願いします。通知をオンにしていただくと、 次の配信を見逃すことなくご覧いただけますので、どうぞオンにしてくださいね。さて、それでは今日のテーマはこちら。はい。何か出てきましたね。こちらは、はい。なぜかたくさん書いてありますが、早口言葉です。はい。 早口言葉ということでえっと何だろうちょっと私もあんまり得意ではないですが今日は思い切って頑張って早口言葉チャレンジしていきたいと思いますので皆さんもぜひ少しでも早口言葉一緒に行ってくださいでは始めましょう さあ、早口言葉ということなんですけれども、一番ね、えー、っと思いつくのは、こ,この一つ目、えー、青巻紙、赤巻紙、木巻紙というものです。ちょっと英語で言うと何でしょうね。ブルー、まあ、青ですね。で赤は RED。そして黄色は イエローですねはいそして、えーまあ、巻き紙というところでいくと、まあ、ロールペーパーを使うといいかもしれませんそうするとそうですねえっと青巻き紙赤巻き紙黄巻き紙これもうすでにちょっと言えてないんですけれどもこれを3回ちょっと言ってみたいと思いますでは言えるかな ではいってみます。青巻紙赤巻紙黄巻紙青巻紙赤巻紙黄巻紙青巻紙赤巻紙黄巻紙というようにちょっと遅いですけれどもこういったようなはい青巻紙言えましたか巻紙ですよ巻紙というような早口言葉がありますよね。まあ日本語では他にもたくさんあるんですけどちょっと二つ目こちらはどうでしょう これ私ああんんんままりり得得意意でではせさすか隣の客はよく書き食う客だ。はい。まあ、The customer next door is a customer who often eats persimmons. という、まあ、英語訳が、まあ、あえて英語にするならあると思いますがただちょっと日本語のこの客だというところはちょっと言いにくいですね。言ってみましょう、えー 三回言えるかなちょっと私チャレンジしてみます。隣の客はよく書き食う客だ。隣の客はよく書き食う客だ。隣の客はよく書き食う客だ。はい、なんとか OK。出ました。ありがとうございます。じゃあ次ですけど、うーん、この釘は引き抜きにくい釘だ。はい、皆さんもどうぞ。<laughs> この釘は引き抜きにくい釘だ。 ですよ。はい、じゃあまあ、英語にあえて、えー、英語でね、えー、説明するならこちらでしょうか。this nail is a nail that is difficult to pull out ですかね。なるほど。でね。この釘はまではいいですよ。その後が難しいので、これ3回言ってみますので、ちょっと皆さんもチャレンジできる方はどうぞ。 この釘は引き抜きにくい釘だこの釘は引き抜きにくい釘だこの釘釘は引き抜き抜にくい釘だああなんとかセーフですかねありがとうございました。というわけで何かこうか滑舌と言われているようなそういった早口言葉ですね言えるかなっていうところでチャレンジしてみましたけれども、まあ、これはね実は、うん、英語にもそういった早口言葉っていうのはたくさんあるんです。 まあいろいろなものがあるのでちょっとこれを今日はね皆さんと一緒に眺めていきたいと思います。まあ、滑舌というのは私もちょっと、うん、はっきり言えない聞こえないという時は困るんですよね。うん、なので今日はこういった、あのー、早口言葉を通してまた英語の発音だとかそういったところにまた 学びを一歩ね深めていければいいなということで、えー、今日はね早口言葉を取り入れたいと思います。はいではこちら。えー、っとですね「早口言葉で」ではいえー、っとね発音が劇的に上達するのかというところなんですけれども。 ちょっと今日はね実験的になるかもしれませんがちょっと、えー、早口言葉英語で言うと「タングトゥイスター」「タングトゥイスター」まあトゥイスッというのはひねるということなんですけどね、えー、そういったあ早口言葉なんですけどこのいくつか練習する中で何かあ英語の発音でつかめるものがあればもう,もう本当に申し訳ないということででは 一体ねどんな練習ができるのかちょっと眺めてみますよちなみにですねまあ一歩ちょっと考えますとはいこちら、まああのー、アメリカ人ゲイス人のネイティブの、まあ、人たちが私たち日本人のねカタカナの、まあ、英語を耳にすると混乱することがよくあると思いますね、えー、実際その ネイティブが混乱してしまうようなうん英語のまあ発音っていうのはあるのかなっていうところで1番こちらです。バニラと言ったのにバナナと間違われたバナナと間違われたというようなえ混乱があるんですね実際え私たちはバニラと 発音していますすバニラですそしてえ私たちバナナはバナナと発音しています。バナナですね。でもちょっと英語でエエ発音する場合ですね。V と、uh, B、ABC の B とかなり違うんですね。V、えー、V、V した唇をちょっと上の歯でちょっと あの合わせて「フ」っていう音からこれがあの無声音の「F」ですけどこれ有声音になると「V」と音が響いてくるという有声音なんですねでこの「V」の発音が「V」になってくるわけですねでえっと「NI」I「LLA」L A、ですけど「NI」I、のところにこう強調のアクセントがありますので、えー にが強いわけね。で、らがまた、まあ、普通に戻って、ふ、く、あい母音の、V のあとは、うーんー、え、え、えという、もうどの音よりもこう曖昧な母音ですよね。う、え、え、なので、ヴに、らですよ。ヴァニーラ、ヴァニーラ、ヴァニ,ニーラですね。なので、バニラと聞いたら、 バニラに聞こえにくいという実際発音がかなり違うんではないかと思われます。そしてえ、まあ、一方バナナの方はですね私たちのバニラに近いと言われてしまっても仕方がないですね。バがまず B ですからねバそのままそして2が に置置きき換換ええらられれててがましてそして最後の「な」のところが、えー、また「ら」と「な」と近いので「ら」な「な、ま」そういう上の口向外に,に下がついてから「ら」と出すそれからな「な」は下の真ん中ら辺が口向外につくと「な」ということで、ま、非常にそこの辺りが「な」と「ら」が似てくる。 わけですねなのでバナナと取られがちだと、まあ、混乱します、まあ、これもなんとかならないだろうかっていうところですよねはいでは続きまして、まあ、混乱するといえばこの2番の、うんまあ、例でいくと「ラ・イス」というものがありますライスっていうのはこれはご飯と言いたいときは「ラ・イス」って、えー、とカタカナ英語で言う しまうとまさかのしらみになってしまうということがありますねえっとご飯の方のお米の方のライスはですね「R」「R」ですよだから「Rice」「Rice」「う」がついてから「Rice」と発音するのが正解ですただし、えー、私たちが「ライスとカタカナで言ってしまうと「しらみ」の複数形である「ライスライス ライスの方に近くなってしまうという。これは驚きですね。えっと、この単数形はここにね、載せてありますが、えっと、ラウスと書いてありますね。発音記号でいくと、ラウス、ラウス。これが複数形に変わると、ライス、ライスになります。私たちが欲しい白いご飯は、ライスです。ちょっと、 R と L の発音。これは結構、ネイティブの方は混乱してくるのではないでしょうか。さて、次にまた挙げてみたいのがこちらですね。えーまあ、どこでもサンキューと、サンキュー、サンキュー、まあ、ベリーマッチまでありますかね、えー。サンキューと言いたいですよね。さて、えー、この場合ですね、サンキュー通じるか。ちょっと 考えてみました私なりに「三9通じるかともう「三9っていうと「三っていうのは太陽の「三に聞こえる可能性もあるなということを考えましたそれからね「九って何かな「九ってえっと列を作る時のキュー「九9」ですね、えー、列を作るまあビリヤードの「九のようなものですけど「九というふうに間違われる可能性があるのではないかという。 とところが1つと本当に「サンキュー」っていう発音はねネイティブの方は「ありがとう」ってどう言ってるのかなっていうのをちょっと考えてみるとね TH なんですよ。私たちの日本語にはちょっとあないですね。なので苦手な方ですねこちらの TH これを発音しましょう。でこれでね えー、発音記号を見ていただくとちょっと小さいんですけど0、まあのようなところに真ん中に横棒が半分にあの切るように入っている、まあまあ、丸の中だけにこう横棒が入ってます。これ「す、え、す、ー、っ」という音なんですね。えー、っと上の歯と下の歯のあ間にちょっと息を通すんですけどそこにうーん下先をちょっとあの。 のせての、まあ、噛んではいけませんよ。そう、そうですね。そ,その、えっとはとスベロの間から、うん。あの、息が出るという感じですね、えー。決して、あの、噛んでしまってはスムーズな発音が無理なので、ちょっと、えっと練習しないと、あの、このありがとうも言いにくいですね、実際ね。じゃ、ちょっと、あの、見てみましょうか。 ササンキューサンキキュュあと絵のついたあえっていうのありますけどこれはねそこまで、えっと、頑張らなくても大丈夫ですあの「サンキュー you, ですけれども「あ」ああでもいいですね「あ」ちょっと大きめの「あ」「サンキュー you, でそして、まあ、あとは「ングっていうのと「キューというのがきます TH Thank Thank さえクリアすすればなんとかなりそうですね Thank you Thank you まあちょっと「s」っていう音をオーバーにんーしてみるとうまくいくかもしれませんまあここで言うと「s」と「th」の違いを私たちちゃんと区別した方がいいんではないかっていうところですねはいでは次その4つ目なんですがそう4つ目のね 4ってカタカナで書きました。4っていうのはね、もはや数字かどうかも通じないということもあります。数字はですね、いきなり数字を出してもあのネイティブの方はわからないことが多いですね。ま,あ、ましてや、1、2、3、4ときたらですね、えー、4って何あの、いきなり前置きなしに4、e a s e と言ってもですね、 通じないわけですねな,なぜかというとですね、まあ、実際 F の発音が私たちの日本語にはないですから F というのは先ほどの V の有声音が無声音になったものですね下唇のところに上の歯を当てて上の歯とその下唇の間から息をス、え、ッ、ー、と出しながらの音だということで。 とね、練習しないといけないいいとけですねここ「なんだけれども私たちは「ハヒフヘホ」で、えー、置き換えて発音することがありますなので「ハヒフヘホ」は全然あの口の中で下唇と歯が当たってませんよねなので、えー、勘違いされやすいということなんですなのでまあ実際の「4」とか「4」のっていう「フォーフォー」という発音と「 えー、ベトナム語でですね、えー、平たいライスヌードルのことをフォーって言うんですけどフォ,フォーフォーフォーもうちょっと大きなあフォーファーに近いぐらいの音なんだそうですがあそれに言い間違われる可能性もありますしあるいはホハヒフヘホで言ってしまった場合ホー み「おーい」とか「ほっといったような呼びかけに、えー、捉えられてしまうという、まあ、危険性も考えられるのではないかという、まあ、そういったところで発音って難しいよねっていうことなんです。なのでじゃあ私たちその「鍛えていきたいよ」よこのお言葉ね、えー、正確に「A4」と言いたいけどどうするのとここで。 まあ、利用していきたいな、まあ、練習に取り入れていけるかなっていうのが、えー、早口言葉なんですねそうなんです発音を練習するそのための、まあ、近道と言っていいんでしょうかねその早口言葉っていうところからいくとこちらですねはい早口言葉です今日はねいくつか本当にいくつかですけどお一緒にね 発音できればいいなと思っておりますさて一つ目です。えー、先ほども出ました V の V の発音と ABC の B の発音の違いを練習できる最適な早口言葉がこちらです。実際私もちょっと発音できるか心配です。でも大丈夫です。一緒に勉強しましょう。<laughs> ね。 この v、先ほどもちょっとだけ説明しましたけど下唇と上の歯の間から息を出すなんてちょっと慣れませんよねなのでちょっと噛まないようにということであんま力を入れすぎないでくださいいきますよ、えー、ここのまあ意味からね考えるといいかもしれませんヴィヴィアンは激しいすみれ色の昆虫に大きな価値があると信じています まあ、そういった役の、まあ、意味はあまり深く捉えないんですけれども練習ですから言ってみましょうこの早口言葉一度ゆっくり言ってみます Vivian believes violent Viol b u g s have very big value ちょっとゆっくりでしたねこれが早いとどうなるんでしょう 頑張ってります。Vivian believes violent violet bags have very big value。はい。ちょっとびっくりしました。言えましたかねはい。頑張ります。これがですね、ちょっと3回言えたらもう合格って感じしますよね。この複雑な V、または ABC の B。これですね。交互にあの来るような感じなので。 ちょっと息続くかなっていうところもありますがやってみますいきますよ Vivian believes violent violet b u g s have very big valueVivian believes violent violet b u g s very big valueVivian believes violent violet b u g s have very big value はいはい何とか言えましたイェーイということでもう V と B の発音をなんとかしたいよっていう方は、ぜひこのすごいん大変な Vivian、えっと、ビビね、覚えてください。ちょっと私言えませんでしたね、これ。<laughs> もう一回言ってみようかな。な一回だけね。Vivian believes violent, violent bugs have very big value。はい。ちょっといっぱい練習しないと無理ですね、こちら。 というわけであのー、いわゆる V と B っていうのは本当にすぐできるようになるわけではないのでなんとか V ができるようになったら次またつなげようという気持ちで、えー、あまり意識しすぎなくても大丈夫ですでは,次,は次に行きましょう OKNEXT、okay. はい The second one is R and L さあこちらも日本の 日本,語の日本語の中にないです、ね、このまあ置き換えてがあの「ラリルレロ」という言葉が「ラリルレロ」でカタカナ英語があなんとかあね表しているだけで本当の「R」だったり「L」「U」だったりするわけではないんです。うん、なのでこの「R」または「L」というところからどういうね えー、練習をすればうまく発音ができるようになるんだろうかっていうのをねちょっとこの早口言葉からヒントを得てみたいなと思います赤いトロッコ黄色いトロッコです、まあ、トロッコっていうのはローリーです赤いは RED、ね、黄色いは YellowYellow ですね Yellow はねあの y から始まっていますよね。y, e, l, l, o, w なので、この y っていうのは、ちょっと口をすぼめて前に突き出して、うーの口からですね、yellow と発音を始めるんですよ。ちょっと難しいですね。じゃあちょっと発音してみましょう。では、Red l o r r y Yellow l o r r y いいですね。これ3回言えるのかなちょっと頑張ってみます Red l o r r y Yellow l o r r y レッドローリー、イエローローリー、レッドローリー、イエローローリー。うーん、OK。なんとか言いました。まあ、こちらもぜひ、R と L。ちょっと口の中が大変疲れると思いますが、3回連続言えたら合格。では、次、3番目。出ました TH の発音です。皆さん TH の発音、うん、どうだろう。言えてるかな 何とか言えてるけど、そうだな、通じるかなというようなところがまあ完璧ですっていう人もいるかもしれません。彼は3回フリースローを投げた。ですよ。これを、まあ、TH の発音の練習に使ってみましょう。He threw three free throws。いいですか ?He threw three free throws. です。じゃあこちらを。

では次に行きます。四つ目はね、F です。F も先ほどの V と同じいいところで発音をするのですが、えー、これは無声音、音がなくて、ふーっと息だけ出るという F ですから、えー、かなり頑張らないといけませんね。ふーっと出るかどうか。ね、ふーっとハ肥フ変音ではなく、ふーっとこの 上の歯と下唇の間からとにかく息を出すということなんです。では、えー、フレッドの友人は5匹のおかしなフランスからのカエルを見つけた。まあ、フログスですけども。フログ s from France。あとは、まあ,あフレッド 's friend found five funny Frogs from France 見てください。全部 F でできてますよ。どうしますかこの F。全部 F です。では見てみましょう。Fred's friend found five funny frogs from France。え、そうですね3。3つ、3回連続で言ってみますよ。いきますよ。はい。Fred's friend found five funny frogs from France。Fred's friend found Five funny frogs from France.Friends friends found five funny frogs from France. もう、はい、息が切れました。このフっていう音で,ですね。えー、ぜひ、この F の連続で、えー、身につけていただきたいと思います。では、本当にこの F の発音、ぜひトライしてみてください。というわけで、今日はね、 この4つ見てきましたけど、よいしょあ、出ましたかね。続きまして、まとめです。まあ、本当に今日何を話してきたかなと振り返りますと、まあ、日本語のカタカナ、英語の発音というのではですね、ネイティブに通じない場合がありますよっていうことなんですね。まあ、あのー、もう、バニラとバナナはバッバと一緒ですしね、えー、非常にネイティブに の方々は聞き取っていただいていると思うんですけどそれでも、うん、通じないことがあるんじゃないかっていうところを考えていきましたさてその原因としてはですね日本語にはない発音というのが英語にたくさんありますとそうですね特に、まあ、THFVRL などが挙げられますが、まあ、も,っともっともっとありますけどもねただ今日ね 出してみたところはこういったところの発音がないよというところからあどうしたらいいのかなっていうところで、ねうん、考えてきました。日本語話者にとっては英語の発音っていうとねかなり練習が必要なんじゃないかと。まあ